はい、どうもケイジです。今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、今日は3月20日の、23時38分ですね。まあ、さっきちょっと前に、生放送やったんですけども、あの引っ越し後初の生放送をちょっとやってみたんですけども、本当にちょっとカクカクで本当にごめんなさい、全然ダメでしたですね。はい、そうです。引っ越し後もまだ光回線を引いてなくて、まあ、ちょっと会社通じて手続きを行うのに、手続きは間違ってて、で、ちょっと一からやらなきゃいけなくなって、やらなきゃいけなかったことが判明して、で、今月の末に、どうもつながるみたいなんですけども、それまで、とりあえずモバイルルーターを持ってるんですけども、まあ、それで普通にドラクエとかできるし、まあ、録画とかテストしたら、できたので、まあ、生放送もいけんじゃねみたいな感じでやってみたんですけど、ダメでしたですね。はい、大変先ほどは失礼しました。といっても今日は、明けて21日にこの動画アップしてると思うので、はい、気を取り直して録画の方をやっていきたいと思います。まあ、録画もしばらくちょっと録画しないと思ってたんですけど、生放送ができなかったので、そのエクスキューズということで録画をちょっと撮ってアップしたいと思います。というのも、戦歴から、クエストを見ますと、クエストリストを見ますと、紹介されているクエストで、まあ、思い出の整理術とか、精神武士、まあ、これレベル100の上限解放なんですけど、これレベル100の上限解放まだボスの、難易度、強い普通弱い選べる、まだ難易度がどうも緩和されてない、そこ緩和っていうか、ボスの強さを選べるようになってないみたいなので、まだ、今度のメンテ明けになるのかな。なので、まあその辺は、ボスの難易度が選べるようになってからやりたいと思うんですけども、ずっと行ったところに、ここにメインストーリーっていうクエストがあるわけですよ。メインストーリーというクエストが、これをやってなかった。なので今日はこれをやりたいと思います。生き返る村ということで、エテーヌの村にいる真意が刑事を待っているようだということで、まあ、初回報酬はハテナハテナハテナなので、そこは今からお送りする動画で楽しみにしていただければいいんですけども、なので真って言っちゃった、あ、そうだね、真のレンダーシアにあるエテーヌの村、はい、危ない危ない、真のレンダーシアにあるエテーヌの村に行きたいと思います。なので、エテーヌの村に近い今ナルビアの町に来てます。まあ、ナルビア直接はエテーヌに行けないので、ここから飛竜で行くんですけども、飛竜で行きたいと思います。久しぶりにビースケを呼ぶな。はい、まあ、こうやって生放送できなかったんですけど、動画を普通にテストしたら、まあ、5分ぐらい動画、録画してみたりとかしたんですけど、まあ、普通にできるみたいなので、とりあえずエテーネの村におりますね。録画にしました。はい、で、真意が呼んでるということで、まあ、あれ果てた痛々しいね、エテーネですけどね、エテーネの村ですけどね。あ、花ちゃんもいる。花ちゃん、お兄ちゃん、妹さんのお友達の真意さんが帰ってきたプッケ。うん、なんか村を生き返らせるって燃えてるプッケ。もしかしてお気楽にお昼寝してる場合じゃないプッケ？わかんねえけど、はい、いや寝ててもいいんじゃねえ別に。刑事さん、お待ちしていました。ついにこの日がやってきました。
あなたのおかげでクローズとしての使命を終え、私はこうして故郷に帰ってまいりました。うん、今でこそこのように荒れ果てていますが、ありし日の活気にあふれる美しい村を片時も忘れたことはありません。確かに。これはあなたにしか頼めないことです。私と刑事さんとで故郷であるエテーヌの村を復興させましょう。お、いいね。そういうことなら協力しますよ。そう言ってくださると信じていました。刑事さんが手を貸してくださるなら、これほど心強いことはありません。ご存知の通り、現在この村には私と刑事さんと花ちゃんの2人と1匹しか村人がいません。2人と1匹、はい。そこで新たにこの村で暮らしてくれる村人探しを始めましょう。最初に必要なのは復興の要となる存在。うん。すなわち、聖職者の方です。あ、なるほど。神父的な。神父あるいはシスターがいれば、村の平穏が守られますし、村に帰りやすくなりますから。うん、確かに。そして私はナドラガンド滞在中に妹さんから素晴らしいシスターのお話を聞いたんです。はあ、妹から聞いた。はい。ケイジさんとも面識のある方です。きっと力を貸してくれると思いますので、この手紙を届けてきてくれませんか。ケイジは真意からマザーへの手紙を受け取った。はい。もうお分かりかと思いますが、宛先はマデトーニル、マザーリオーネさんです。あーおー、リオーネ。はい。それでは頼りにしていますね、ということで。はい。まあ、妹の親友のリオーネですね。大事なもので、マザーへの手紙。はい。刑事はマザーへの手紙をじっくり眺めてみた。封筒の裏にとても几帳面な字で、親愛なるマザーへと したためられた。あ、中身は読めないんだっけ。 OK、 わかった。じゃあマデ島に、マデ島ってなんか島みたい、まあ、マデ島っていうぐらいだから島だけど、ちっちゃい島だったね。あー、おっと、近くの地図マデ島、あー、今入れたい。うん、とにかく行ってみよう。じゃあ大事なもので、飛竜ピースケ呼ぼう。ピースケ、カモン。どこ、見えねえ。起きた。で、これ、はい。マデ島におります。はい。来た。あー、こんなとこだっけ。はいはいはい。よし、とりあえず修道院にじゃあ行こう。孤島の修道院ね。一番、あ、そうか、右側もそうか。まあとりあえずリオーネだから、あのまっすぐ行ったとこだよね。あの教会みたいな中に。久しぶりだな。で、左。あ、いた。まあ、刑事さん、あの、まあ、刑事さんというか、リオーネさんは、何か、スレア海岸にいる、スレア海岸にある一軒家の、あの一生っていう元錬金師がいる、錬金師のおじいちゃんいるんですけど、その娘ですね。娘であり、元ナルビアの町に住んでたんだけどね、妹の、親友です。はい。まあ刑事さん、会いに来てくださるなんて嬉しいですわ。当然、あ、突然どうなさったの。マザーへの手紙渡しますか。はい。刑事はマザーリオネにマザーへの手紙を渡した。妹が私のことをシーンさんという方に紹介したと。はい。
あの人元気でいるのですね。なんと嬉しい便りでしょう。あなた方の故郷エテーネの村のことは妹から何度も聞きました。それは温かく美しい村だったと。うん。是が非でもご協力させていただきますわ。ただ私自身はここを預かる身ですから離れるわけには参りませんが、まあね、マザーだからね。私よりもずっとふさわしい子がおりますと。かわいい子を、かわいい子をお願いします。その子を紹介させていただきますので、もしよかったら彼女を探してきていただけないでしょうか。探してきて。彼女は数日前に忍者の塔に登り修行すると言い残し、思い詰めた顔で出て行ってしまったので、大丈夫なの？生きてるのかな。彼女の名前はシスターライラ。苦難のただ中でもがき続けている子です。どうか手を差し伸べてやってください。うん、分かった。前に悩んでる女性は放っておけない。俺はね、はい。忍者ね、ここルーラストーンとか登録できないし、マデ島はメガルーラでも行けないから、イザナイの石とかあったっけ。ここイザナイの石とかあった？ないわ、ないわ。じゃあしょうがねえ。忍者ね、忍者の塔、忍者の塔、忍者の塔。死んでいいんだよね、多分ね。あ、でも、あったわ。ヒストリカ博士のクエストやったから。さすがヒストリカ博士。さすがヒストリカ博士。真の忍者の塔の石があるので、行きます。はい。真の忍者の最上階に登ったって言ってたね。この人はアマティ、あ、シスターアマティ、違うね、名前。なんだっけ、名前。シスターライラ。ああ、やっぱ最上階6階ね。新、近所の祭壇。よし、じゃあ最上階に行きます。これ生放送の時もなんかちょっと言われたような気がしますけど、声が、前引っ越す前と、まあ、引っ越した後はもちろん部屋の、環境、広さ、年式などももちろん前のとことは、住んでるとこは違うので、声がちょっとなんか録画テストして自分の声聞いてみる、なんかちょっとエコーがかかってるじゃない、なんか反響してるじゃないけど、そんな感じになってるかなと思うんですけども、まあまあ今の部屋の環境はそんな音響なんでしょう。音響、うん、壁の反響とかがなんかそんな感じなんでしょう。素材とかわかんないけど、壁の素材とかでそういう反響してるんでしょう。はい、ということです。はい、来た。扉の中からすくり泣くような声が聞こえてきた。中に入りますか。いやいやいや、怖い。なんか見るの怖いけど、まあまあ、はいはい。うわ、いきなりバトルだっけ。ああ、そっか、そうだっけ。じゃあ強いでいきます。デスライラ。わ、デスライ死んでる？マジ？デスって、これライラなの？いきなり波動かよ。よし、はい。とりあえずサポート仲間は、刑事サブ賢者、刑事兄僧侶、刑事
魔法戦士となっております。まあ全て G キャラですね。 G キャラで、はい、今メインキャラの方は、魔法戦士のレベルを上げてるので、魔法戦士レベル94ですね。はい、レベル上げたいので、メインキャラはいつもの旅芸人じゃなくて、魔法戦士で連れてきました。あ、そこ俺盾持ってるのか。盾持ってる、はい、呪文使うからこいつ、はい、スペルガード、あー赤くなってからスペルガードの方が良かったかな。まあいいか、新刃、はい、刃入るね。お、チャンス、お、ショック与えた。いやだ、サイカの上でチョッカー、ショッカー、チョックじゃん、ショック与えたぞ、ラッキー、ラッキー。なんでも全然色変わる気配ねえな。黄色くなってるから絶望の叫び、絶望の叫びってなんだなんだ、アキラポンかかってるのか、よかった。絶望の叫びってなんだ、チャージタックル入って、スペルガード、スペルガードガンガンかけとこう。このキャラに関しては、今赤くなった。このキャラに関しては、前回かなんかの動画の時に言ったかもしれないですけど、ロスアタとこ行ったの、普通のロスアタ言ったかもしれないですけど、片手剣から両手剣にちょっと変えようかなと思って、まあ両方使えるの、片手剣も両手剣も両方使えるのはいいんですけど、今両手剣を使えるのが、戦士と魔物使いと、なんだっけ、あとバトマス、この3職業なので、まあ、バトマス魔物使いの職業を試練とか週替わり討伐とかあの辺で上げてますね。よし、倒した、 OK。 倒れた。デスライラの体から怨念のようなものが抜けていった。なんとデスライラが人間の姿に、お、生きてる、よかった、助けてくれてありがとう、もう誰にも声は届かないと。あなたはきっと天の使いなのですね。どうか私の告白をお聞きくださいまし。私の名はシスターライラ、故郷であるエクゼリア王国、エクゼリア王国が滅び、家族と帰る場所を失いました。マデ島の修道院に拾っていただきましたが、どうしても生きる意味が見出せず、この命を終わらせるつもりで、まあそんなこと言うなよ。まあ俺もそんな時期あったけど、まあそんな時は何も考えずにドラクエ10を始めてみてはどうですか、ソロで。はい、そんな冗談言えるようなあれじゃなかったね、ごめんなさい、ごめんなさい。天に近いこの塔なら
家族の元へ行けると。ですがその弱き心は塔に宿る怨念に狙われ取り憑かれてしまいました。そうしてあなたと会うまで魔物に身を落としさまよっていたのです。悲しみと苦痛に苛まれながら、あなたが力強い命の輝きで怨念を払ってくださった時、私は母の最後の言葉を思い出しました。ライラ、あなたはこの先たくさんの苦しみを知るわ。生きていることが辛くなる日も来る。そうなったら逃げてもいいの。うん。それでも誰かが手を差し伸べてくれた時、あなたは思い出すはずよ。この世界はとても温かいんだって。うん、その通り。私にとってあなたが救いでした。ぬくもりを思い出させてくれました。本当にありがとうございます。ところで天の使い様、天の使い様よ、はいはい、まあ刑事でいいですよ、はい。なぜ私のところへ来てくださったのですか。リオネさんが、刑事は新しいエテーネの村でシスターを探していることを話した。あ、そうだった、真意のこと忘れてた。真意、だいたい真意のクエストだったね、忘れてた。まあこれから生まれ変わる村のシスターにこの私を。ありがとうございます。おかげで新しい生きる意味を見つけられた気がします。うん、みんなね、それぞれね、自分の居場所っていうのは必ずあるからね、安心してください。はい、故郷を失った私にとって運命的とも思えるお申し出ですわ。すぐに村へ向かわせていただきます。うん、あれ、すぐに向かうんじゃねえのかよ。すぐに向かうんじゃねえの、行かないの、これ、はいはいはい、すぐに村へが、はい、向かわせて、はい、行って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 、はい、行かねえのかよ、行かねえんです。じゃあ後からちゃんと来てね。あ、ということで俺は何をすればいいんだ。真意に報告しよう。あ、リオーネさんのところ戻らなくていいのか。オッケー。じゃああ、エテーネの村でルーラストーン登録しておけばよかった。あ、ルーラストーン登録する人もまだいないのか。そうか、じゃあスレア海岸に行くか。スレア海岸じゃなくて、なんだっけ、あ、俺スレア海岸の石持ってたっけ。あ、スレア海岸持ってるわ。まあナルビアでもスレア海岸でもどっちでもいいですけど。で飛竜で It's a flying。占いの意思とかもないよね。ないね。はい。ないよね。今ルーラストーン登録するとこね。ケイジさん、お待ちしていました。シスターライラさんからお手紙が届き、まもなくこちらに着くとのことです。ケイジさんへの感謝の言葉がたくさん綴られていました。うん。この村にぴったりのシスターを見つけ、その心を癒し、新天地へ導くとは、さすがの鮮やかな手紙です。うん。はい。ずっと胸に秘めていたんですが、この村の新しい村長はケイジさんしか考えられません。お前じゃねえのかよ。新エテーヌの村の村長になっていた。なんか
なんかあった時の責任を全部俺にふっかけようとしてるでしょ。本当お前だけなんかあの副村長みたいな、あの一番ね、あの無難、責任も取らなくていいような無難な役職に自分だけついてね、本当ね、利権だけも、あの利権だけむさぶり取ってね、本当ね、なんかあった時の責任は俺が辞任っていうことで、なんかあった時は俺を辞任に追い込むわけでしょ。ほんでね、はい、ということで村長に、やだ、しかしこの村にはどうしても刑事さんの力が必要です、どうか村長になっていただけますか。やだっつってんだろうよ。しかしこの村にはどうしても刑事さんの力、はい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 、わあ、ありがとうございます。あなたでしたらそう言ってくださると信じておりますお前が言わしたんだろうよ、ループして。もちろん冒険で忙しいと思いますから、普段の実務は私が代行します。ほら見ろ、そうやってお前を横領かなんかする気だろうがよ。あなたは新しい村人が来たら迎えてあげてください。でなんか横領かなんかしてバレたら村長の指示でやったとか言うんだろうがよ、お前みたいなやつに限って。はい、よろしくお願いしますね、刑事村長ということで、まあ、まあ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 許す、はい、村長と言われておだてられて調子に乗ってよ、はい、まあまあまあ許す、はい、お信仰の種、いいね、回復魔力だ。刑事は新エテーネ村の村長になった、うん、さて早速ですが、我々の最初の仕事はシスターが来るまでにこの村をピカピカにすることです。ピカピカとは、まあまあね、はい、共に故郷を生き返らせましょう。二人でやんの、おお、はい、トントンガンガンやっとるわ。俺とシンイと二人で、ケイジとシンイと花ちゃんは、あ、花ちゃんも手伝って、花ちゃんありがとう。エテーネの村を大掃除して壊れた家々を建て直した。おお、俺らすげえ。そして夜が明けた。経験に、あ、これでクリアなのか。新エテーヌの村長、うん、はい、で、あ、郵便箱に真意から何か届きました。マジ、あ、バジリタインだよ。これなんだ、新エテーヌの村にいるバシッコ・ルンリーが、あー、はい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 、バシッコ・ルン、あ、バシッコ来たね、バシッコ来たね。あと、なんかあったっけ？もうないよね。これ、バシリタインだよ。はい。じゃあ、新エテーネ村の、この、クエストを続けてやっていこうかな。今、録画時間何分？ 28 分。うん。やっていこう。素晴らしいです。記憶の中の故郷が蘇りました。うん。あ、そうだ。今2人で復興、わあ、綺麗になってるわ、本当、家とか綺麗になってる、毒の沼とかもなくなってる。うん、あ、なんか人がいるぞ。まだ人がいる、 あそこにも人がいるわ。シスターライラさんも教会に到着し、刑事さんお待ちのようです。お、ライラ来た。それでは改めてお帰りなさい、刑事さん。ちょうど話したいことがあったんです。はい。村の建物を修復していたら、瓦礫の下からおばあ様が指にはめていた金色の指輪が出てきました。おお、瓦礫の下からおばあさんが出てきたのかと思った。びっくりしたわ。すいません、不謹慎です。すいません。金色の指輪が出てきまして、はい。おばあ様は生前この指輪をとても大切にしていて、幼い私にある言い伝えを伝えてくる。あ、おばあ様、アバ様のことか。はい。アバおばあ様ね。この指輪にはエテーネの絵西が刻まれている。エテーネの絵西が刻まれて、絵西ってなんだ。それは巡り巡りてエテーネを永遠にする。
なんだか不思議と心に残っていまして、指輪が見つかったのはエテーネの村の復興への励ましのように思える。エニシってなんだ、ちょっと調べてみていいですか。Google で、 Google 先生で、エニシ、エニシ、あ、縁ね、縁ね、なんかご縁があるとかの縁ね。なるほど。ご縁があるとかご縁がなかったとか、そういう時の縁ね。なるほど、それ縁っていうのか。縁って書いて縁って読むのか。なんだか不思議と心に残っていまして、指輪が見つかったのはエテーネの村の復興への励ましのように思える。だからこの指輪は村長である刑事さんに持っていてほしいんです。どうか受け取ってください。はい。刑事は真意からエテーネルリングを受け取った。はい。で、あ、改めてお帰りなさい、ケイさん。ここは生まれ変わったエテーネの村です。はい。私にもできることはないかと思いまして、昔はよろず屋だった北東の建物を一晩かけて酒場に改装したんだ。お前すげえよ、お前。一晩かけて酒場に改装。お前すげえよ。すると、ハラリさんというバーテンダー歴20年のベテランの方が酒場の女主人になってください。おお、綺麗な人だろうな。いろんな。死にてめえ、綺麗な人だろうな、その酒場の女主人って。さらにバシコの一族からルンリーさんという、ランリーとかルンリーとかね、はいはい、期待の新生を派遣していただきました。バシコ、バシコ一族って、はい。その上、エテーネの村ご出身のご老人ヤクーさんが里帰りしてくださいました。何か面白い術を使うそうですよ。おう、ずいぶん村が賑わってきましたね。もっと村人が増えるように私も頑張りますのでご期待くださいねと。バシッコね。はい。ということで、クエストに紹介されているバシりたいんだよと、約束の始まり、新エテーヌの村にいるカエマンが何か困っている、約束の家族、新エテーヌの村にいる紹介人ハラリが何か、あ、紹介人ってことは、あ、酒場ね、はいはい、さっき言った、はい、あ、もう一人の今のハラリさんと、この人は何だ、カエマン、あ、普通の村人なのかな、村人なの、カエマン、あ、とりあえずお役立ち、まあサブお役立ち機能とサブストーリー、サブストーリーなので、お役立ち機能からまずやりますね。バシコルンリー、急に変なこと聞くけど、君ってこの村の村長さんだったりする？いや違います。はい、僕にはそんな責任ありません。真意です、真意です。あれあれ違うんだ。そっか、ただの旅の人なのかな。そうそうそうです。お願いがあったんだけど、それじゃあちょっと頼めないなってことで、まあいい、しょうがない、俺が受けてやろう。はい、村長ですよ、村長ですよ。あ、やっぱり村のみんなから君のことをいろいろ聞いたんだよね。え、なんて誠実ないいおじさんだって言ってたでしょ。あのね、村長さんにちょっとお願いしたいことがあるんだけど、バンリーお姉様、バシッコって言った方がわかるかな。私もその中の一人なの。ずっと修行中だったんだけど、うちの一族の大長老様の言いつけで、一族の大長老、バシッコ一族の大長老はいるのか、この村に引っ越してきたんだ。何でも世界宿屋協会がメガなんとかっていうのを普及させて、バシッコの仕事を奪おうとしてるんで、あグランゼドーラの宿屋にいるあいつね、名前忘れたけど、メガルーラストーンのあいつね。それでね、これから人が増えていきそうなこの村にいち早くバシルーラ屋を開業させておきたいってことらしいの。なるほど。
それなのに私ったらバシコの証、さばきの杖をどっかでなくした。あ、そうだね、バシコみんな杖持ってるからね。このままじゃバシルライを開業できないよ。なくしたのがバレたら大長老様にこっぴどく怒られちゃうし、そこで村長さんにお願いなんだけど、さばきの杖をなんとか手に入れて私に譲ってくれないかなってことで、はい、はい、わかりました、はい、やった、さすが村長さん、それじゃあよろしく。はい、杖をどうやって、あ、さばきの杖はやっぱり新品がいいな。出来の良さは何でもいいよ。武器屋さんには売ってないみたいだったから、旅人バザーで探すか、も工職人さんに作ってもらうしかない。あ、そうか、さばきの杖っていう杖普通にあったっけ。あ、忘れただけど、私ってばウコンさんって木工職人と知り合いだった。ウコンさんに頼むといいんじゃないかな。オート上春海北の木工ギルドで働いているはずだ。割と遠慮なくどこでも行かせるんだな。木工ギルドは上春海北ね、北だ、北だけど南しかないもんね。あ、それこそバシッコで行こう、バシッコで行こう。メギから、メギからバシッコで行こう。はい、メガルーラストは上春海南だからね、北に行くにはバシッコ早い。ランリー姉様がいる、ランリー姉様がいる、はい。ルーラストーンであなたが登録できる場所なら1日3回まで50ゴールドで飛ばせます。はい、あ、これが持ってるさばきの杖なの、これが。今回はあと3回飛びます。どこに飛ぶ、はい、上春海北、あ、木工ギルドがあるわ。はい、飛び先は王都上春海北の木工ギルドでいいですか。はい、それでは行きます。プラシーバーシールルルンポ、はい、このルルルンポ結構大事ですよ。ルルルンポ世界の果てまでひとっとビュン、ルルルンポは覚えておいた方がいいです。はい、それは後でわかります。ウコンさんね、あ、カンナさんイエローダイアリーだ、話しかけておきます。今回のこととは関係ないですけど、話しかけておきます。はい。はい、イエローダイアリー終了。はい、終了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 。はい、はい、もう高速になりません。おお、宝箱開けてなかったのか。ウコンさん、はい。おや、何やら私に御用があるとお見受けしました。何でしょうか。なるほど、ルンリーさんが新しいさばきの杖が欲しいと言っておられるんですね。彼女の頼みとあれば断れませんね。素材を用意してくださればさばきの杖を作って差し上げましょう。はい、柔らかい枝を4つと魔力の土を2つ調達して私に渡してくださいますか。そこの素材屋でも扱っていたはずです。柔らかい枝4つと魔力の土2つ、柔らかい枝、柔らか4、魔力2、はい、素材屋でも預かる、まあまあ、まずバザーを見よう。バザーの方が安いかもね。柔らかい枝あった、1個50、店で買うとき、うん、柔らかい枝4つ80ゴールド、高えじゃねえか。さっき2っていうのがちらっと。まあいいわ。まあ、こういう感じだと分かったので、素材屋で買おう。な、めんどくさい。めんどくさい言っちゃったけど。魔力の土、あ、魔力の土全然安いわ。2個。1つあたり70ゴールド。店で買うとき165。はい、魔力の土は4つね。あ、4つじゃない。魔力の月は、土は2つね。2つ買いましたと。で、柔らか
かい枝を柔らかい枝を素材屋さんで買う4つ。はい、ルンリーさんの頼みとあればこの、はい、おっと、素材を用意してくださったようですね。ではそちらを私に渡していただけますか。はい、柔らかい枝4つと魔力の土2つをウコンに渡しますか。はい、刑事は柔らかい枝4つと魔力の土2つをウコンに渡した。はい、お預かりしました。それではしばしお待ちください。ウコンは素材を受け取るとおもむろにのみを取り出して一気にさばきの杖を作り上げた。さすが職人。ふう、できましたよ。これをルンリさんに渡してください。お、さばきの杖、よし。これ普通にさばきの杖として装備に入ってるのかな。あ、入ってるわ、さばきの杖。はい、欲しねえのかよ、欲しねえのかよ。ウケン、ウコン、ウコン、ウコンの力が全然働いてねえじゃねえか。あ、ごめんなさい、ウコンの力商品名だからね、ちょっと言っちゃまずいね。じゃあ、あ、エテーネに戻っていいのかな。職人、木工職人ウコンに頼んでみると良いようだということで、頼んだ後のことは書いてないね。まあ、新エテーネの村に戻れってことね。これ新エテーネに1回行ったらルーラストーンに追加されてるとか、そんなことある？ないね、ないね、ない。じゃあ結局スレア海岸、まあスレア海岸、まあ動画見てる人にももしかしたらスレア海岸の石とか持ってない人か、持ってない人とかもいるかもしれないし、一応メガルーラストーンで行けるナルビアから行きますね。で、飛竜で、で飛竜に乗ったらすぐ U ターン、すぐ U ターン。はい、旋回します。はい、どう、よし、 OK。 エテーネの村、ルンリー、ただいま。あ、村長さん、君の持っているのもしかして、もしかしたらさばきの杖なんじゃ。ですよ。バシコルンリーにさばきの杖を渡しますか。やだ、あれ違った、ごめん、私ったら本当にそそかしくて。それじゃあさばきの杖が手に入ったらまた来てほしいなんて。渡します、渡します、渡します、さばきの杖、このさばきの杖を渡しますか。はい、おー、杖持ってる。わあ、新しいさばきの杖だ、ありがとう、とっても嬉しい。これで大長老様に怒られる前にバシルーラ屋を開業できるよ。でもいきなりお客さんを飛ばすのは不安だから、試しに村長さんをどっかへバシってみてもいいよ。お前、人を試す、人で、俺で試す、はい、まあまあもういいです。はい、これ嫌だってさ、いや、嫌だよ、そんな危険な、どこに飛ばされるかわかんない。そんなこと言わないでよ、村長さんにしか頼めないんだよ。絶対に失敗とかしないから、どこかに村長さんバシってみて、お前バシってみていいっていう、こう言われ方がなんか本当とても不安だわ、とても不安だわ。まあいい、いいけど、はい、やった、それじゃあ早速行くよ。
プラシーバーシーあれあれプラシーバーシープラシーバーシー忘れちゃった、飛ばす呪文忘れちゃった、忘れちゃったじゃねえ。で村長さん、君なら飛ばす呪文聞いたことあるよね。プラシーバーシーの後に続く呪文の言葉をチャットの周りで私に教えてるというのが、さっきメギストリスに行った時にバシックバンリーが言ってた、ルルルンポーですね。ルルルンポーという言葉大事ですよってさっき言ったのはこういうことです。ここで、ルルルンポー、これを言ってあげれば、はい、あーカタカナじゃないとダメだっけ、ルルンボ、違った、ルルルンボ、こんな感じだっけ、違うわ、なんだっけ、ルルルンボじゃなかった、ちょっと待って、あ、さっき残ってるかな、残ってるかな、メギで、メギで飛んだ時の言葉が残ってるかな、 あった、こう上から2行目、それでは行きます、プラシーバーシールルルンポー、あ、ウが小さいのか、いやそこまでこだわる、そこまでこだわる、ルルンポ、ちょっと待って、これね、うっそ、違った、プラシーバーシーの後に続く呪文の言葉をチャットの周りに私に教えてよ、違ったっけ、チャットの周りにでしょ、え、何が違うんだ、ルルンポじゃなかったっけ、ちょっともう一回、もう一回、あった、今一番下、一番下から2行目ね、プラシーバーシールルルンポ、世界の果てまでひとっとビュン、いや、プラシーバーシーに続く言葉でしょ、いや、なんで違うんだ、あ、ルルンポになってる、もう ルがもう一個足りないもう、うっそー、あれさっきルルンポって言った、ルルンポって言った、あ、ほんとだ、ルが一個足りない、もうほんとおじさんごめんなさい、ほんとルが1個足りねえ、ルルルンポーだよ、あ、そうだよ、それだよ、ルルルンポーだよ、これで私今度こそバシルーライを始めることができるよ、ありがとう村長さん、新エテーヌ村のバシルーライを使えるようになった、うん、刑事の獲得した、はい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 、オッケー、でもその前にちゃんとバシれるか村長さんに試させてもらう、やっぱり試すのか、もちろんタダでいいよ、その代わりどこにバシるかは私が決めちゃう、どこにバシるの、それじゃあ行くよ、プラシーバーシールルンボ、世界の果てまでひとっとビュン、どこに送る、どこに飛ばされん、どこに飛ばされん、あ、イザナイの間か、あ、イザナイの間ね、よし、ということで飛べた、また本当エテーネの村に、エテーネの村に本当、もう本当せめてスレア海岸とかに、
ナルビアとかにしてほしかったね、ほんと。ナルビア。シスターも来てるって言ってたから、ルーラストーン登録できるんじゃない？もう。とりあえず飛竜で、また飛竜で飛んですぐ大旋回して、はい、これですぐ大旋回、はい、でエテーネの村に行きます。はい、マザーリオーネのとこから来たあのシスターが来てるはずだから、教会に行こう。教会遠いな、これまた。この辺なんか人がいなかったっけ。あ、いたわ。パラシェ。なんでバニーガールの、なんでバニーガールなの。うふ、あなたが刑事村長さんね。よかったら私と遊び、あーマジっすか。え、これいいの。子供も見てるよ。子供も見てる。はい。パフパフじゃないの。私は福引きランドってところの片隅にある小さなステージでじゃんけんショーをしていたの。じゃんけんショー。はい。じゃんけんで一番を決めるアイドルグループじゃないよね。だけど火事でステージも燃えちゃって少し落ち込んだけど、人生の転機が訪れたと思うことにしたわ。お給料の福引券を給料福引券でもらってんの。はい。カバンに詰め込んでこうして未知の島にやってきたの。これからはここでじゃんけんショーをして、ささやかだけど村を盛り上げるわ。よろしくね村長。おお、じゃんけんショーとか始まんの、楽しみそれ。あとキャラどこ、キャラどこにいる。ああ、あの辺にいるな、あの辺にいるな。いるけど、ちょっとまず教会、まず教会に行こう。うん、いや自分の家とかもある。まあまあ、ちょっとまず、じゃあ今何分、52分。そうか、話を聞いて、まあクエストの人はちょっと飛ばして、クエスト以外の人に話を聞いてから終わろうかな。で、教会でルーラーストーン登録して終わろうかな。買います。あ、閉まってる。違う、キャラ、あそこにも人は。あ、ヤクーさんって元エテーネの住人って言ってたね。 もしかしたらばお前さんがこの村の新しい村長になったという刑事かの。あ、わしのことかいの。お、そうか、まさかこんな 若者じゃあったとは。わしの名はヤク、かつてこの村に住んでおったんじゃが、数十年ぶりに帰ってきたところじゃ。風の噂にエテーネの村が滅びたと聞いてどうなっとるんかと心配しとったが、こんなに見事に復興しとるとはの。きっとお前さんが村長として頑張ってくれたからじゃろうな。ありがとうよ。ということで、いえいえ。で、これが、ああ、あれ、待って、これは、あ、バシッコか。で、あ、ここか。あ、シンイとハナちゃんじゃねえか。シンイとハナちゃんじゃねえか。こっちにもう一人いる。あ、これバニーガールの子で、あ、もう一人ここにいるわ。ここにいるわ。元自分の家だ、ここ。自分の家だ。うわぁ、ふわぁね、ふわふわしてるだけに、ふわぁね。キャッ
キャー、あなたが刑事ちゃん？刑事ちゃん、はい、刑事のおじちゃんでちゅよ。あたい悪いモモンじゃないわ。聞いたことある。悪いスライムじゃないよみたいに。ハウ組の大地に住んでいる地元っ子なの。滅んじゃってたエテーネの村を復活させた刑事ちゃんが気になって一目見てやろうと思ったけど、うん、あたい一目惚れしちゃったわ。はい、あざす。キーメタ、この家のことはあたいに任せ。え、刑事ちゃんがいつでも休めるようにお布団ふかふかにしておく。あ、それは、はい、お布団そんな感じでお布団抱え上げたりとかできるの？ HP 全、 MP 全開、はい。久しぶりに寝るエテーヌの我が家。刑事はぐっすり眠った。うん。はい。よし、こんな感じか。あとはいないよね。いないね。よし、じゃあルーラストーン登録して終わろうかな。まあ、エテーネ村こういうふうに徐々に復興していくんですけど、以前メインキャラでやった時ツイッターかなんか上げたと思うんですけど、メインキャラではもちろんもうやったんですけど、ドラクエ7以前配信したドラクエ7の移民の街みたいでなんかいい感じ。おーしたらい、うん、ドラクエ7の移民の街みたいな感じでいい感じだよね。シスターライラいるわ。こんにちは、刑事村長さん。村長さんのおかげで無事にシスターをやらせていただいて、うん、この村はのどかで暖かくて、失ったものを胸に抱えたままもう一度生きようと思わせてくれます。うん、よかった。精神的なね、精神的なリハビリも兼ねてこの村でゆっくりしてください。エテーネの村の復興の礎となることが私の新しい生きる意味ですわ。精一杯努めさせていただきますね。うん、それでは早速。神に導かれし迷える子羊を。よし、ということでルーラストーンを登録します。入り口櫓前。あ、そっか、櫓前でいいわ。はい、櫓前って真意のとこだよね、多分ね。櫓前。うん、真意と花ちゃんの前ね。よし、ということで今回の、ま、ここ誰か飛んできたらいけないから、こっちに。今回の動画ここまでです。はい、このスリーショットにしたかな。はい、今回の動画ここまでです。次回またこのエテーネ村の、クエストをちょっとやっておこうかなと思います。はい、あとはそうですね、生放送でも少しお話ししましたけども、バージョン 4.1 の、ストーリーを今メインキャラの方でやってます。で、このサブキャラの、4.1 のストーリーを今後アップするんですけども、それは、4.1 のメインキャラで、4.1 のメインキャラじゃない、メインキャラで 4.1 のストーリーを、クリアして終わってから、このサブキャラで 4.1 の動画録画してアップしますので、そこはもうちょっと待っていただければと思います。それまでは、こうやってクエストを、また録画してアップしたいと思いますので、そこは楽しみにしていただければと思います。ということで、また最後になりますけども、昨日の生放送は本当にごめんなさい、ごめんなさいね。はい、動画はこうやって普通に撮れるみたいなんですけど、やっぱり生放送はちょっと PC と通信環境にちょっと負荷がかかるね。うん、仕方ないということで、また今後も楽しみにしていただければと思います。うん、なるべく動画ぼちぼちですけども、平日はなかなか、
とあっち行ったりこっち行ったりしてるので、なかなか録画して、まあ録画だったら30分1時間で済むようなこともいいと思うの。生放送はやっぱね1時間じゃ終わらない、まあ2時間、普通で3時間ぐらいになっちゃうので、どうしても、生放送は週末とか、まあまあ回線がまだ通じない、回線通じたとしてもどうしても週末、土日とか、それか金曜日とか、昨日みたいな祭日前とかになってしまうんですけど、まあ、その辺にまた、回線がつながってから、生放送の方はやりたいと思いますので、そちらの方、もまたお楽しみにしていただければと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。でここのとこちょっと半月ぐらい、半月ぐらいかな、まあ実質、まあ、僕自体はあの先月から録画してなかったので、まあ1ヶ月ぐらい録画休んだんですけど、まあ3月の頭までは、今月の頭までは動画はね、あの録画分をあの自動アップしてたので、まあ動画アップ自体半月ぐらい空いたと思いますけども、あのまた徐々にやっていきますんで、はい、ぜひ、まあ、もうその半月ぐらい休んでる間も、まあ、徐々にですけどチャンネル登録はじわじわと増えたりとかしてたので、もう本当申し訳ないなと思って、はい、なるべく早めに動画アップか生放送ができたらなと思ってたんですけども、はい、まあ、動画の方をまずやっていきます。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。でチャンネル登録まだの方はチャンネル登録をお願いします。それと概要欄に評価の、ボタンありますので、高評価低評価、どちらか押していただければと思います。それと、Twitter のリンクが動画の概要欄に貼ってますので、よろしければ、Twitter の方もフォローしていただければ、まあ、動画アップした時、生放送開始した時、あと、プライベートのことなど、あとたまにはギターの、動画とか趣味のギターの動画とかも、上げたりとかしてますので、ツイッター限定で、まあ、その辺もチェックしていただければと思います。のために、ツイッターの方もフォローをお願いいたします。はい、あ、それと生放送で言われたあのケイさんの家わかんないんですよねみたいに一応言われたんですけど、まあ一応ね、家に行くか最後に、家一応番地がね、まあガタラなんですけど、ガタラなんですけど、まあここですね、左上に出てます635丁目採掘現場地区ということで、はい、ガタラの住宅地になります。はい、まあ、多分生放送の時に行き方がわからないって言っても、番地とか分かっても行く方法がわからないんですよねということだと思うので、まあその辺はあのハウジングの動画に、このサブキャラでも、そうだね、パート10とかパート20とかどっか忘れたけど、どっかでハウジングの動画があったと思うんですけど、住宅街の入り方を紹介した動画もあるので、まあその辺よければ、ハウジングのなんかタイトルついてると思うので、ハウジングの動画を見ていただければ、あの住宅街の入り方はわかると思います。はい、体験版とかの人は入れないけどね、普通に製品版やってる方は入れると思うので、それと、まあ、番地ガタラ住宅村635丁目採掘現場地区2番地となっております。はい、でスラーチャーにコメントもらったりとかしてますですね。はい、あ、ゆきさん、春よ、冬季春よって、はい、誰の歌だっけ、はい、歌の、はい、はい、はい、あっささん、ケイジさんの家にも春が来たんですねって、はい、俺の家にも来るよ、それは、はい、何ですか、それは、はい、俺の家にも来て、意外そうに、はい、てん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 、来るよ、俺の家にも普通に、みんなと同じように来ますよ、ちゃんと、はい、はい、別にこう、なんか、かっこ意味深みたいな感じじゃないですよね、はい。ルユさん、キャサリンへの愛が伝わってくるってことで、キャサリンへの愛、本当？
はい、キャサリンいつも座って感じない、座ってお茶飲んでるからね、お茶飲んでる、いいんです、いいんです、うちのキャサリンはあんな感じで。ゆきさん放送楽しかったですね、また遊びます。あ、そうそう、ゆきさんの生放送にお邪魔したからね、ゆきさんの生放送にこのキャラでお邪魔させていただきました。はい、ゆきさんの放送を見たい方は僕のあのツイッターのフォローとか、あと僕の僕ゆきさんの放送この間の生放送多分リツイートとかしたと思うので、まあ、その辺から興味ある方はチェックしてみてください、ゆきさんの放送も。はい、はい、ということで、あと水やりとかもね、もちろん自キャラでもやってるんですけど、水やり、まあ、まあ見せていいか、水やりも、はい、水やりとかも自キャラとかでもやってるんですけども、こうやって、まあ、アスタさんもね、いつもありがとうございます、水やり、はい、ルーユーさんも、まあ、ありがとうございます、こうやってね、ユキさんも、はい、アスタさん、リンマヤさん、はい、カズオミさん、はい、ユキさん、ルーユーさんというふうに、はい、さん、あと、うん、まああと自キャラかな、はい、そんな感じで、水やりも結構、ま、これ以上にもう本当来ていただける時は本当うわーって水いっぱいの人にもらってる時もあるので、今ちょっと休止中だったから、今もらってる人たちでも少ない方ですもんね、はい、少ない方です。それまで休止前までは本当にすごい人たちに水もらってたりとか、すごい人数に結構多くもらってたりとかしたので、はい、なので本当休止中もこうやって水やりとかしていただいたり、遊びに来ていただいて、コメント残していただいたりとかしてありがとうございます、本当に、うん、という、あ、真意からなんか本当終われね、ちょっと待って、ちょっと待って、真意からなんか郵便が来てた、真意から届け物ということで、真意の手紙、はい、刑事村長こんにちは、新エテーネの村に新しい村人が来ました、そして村の建物を修復していたところあるものを見つけたので、そのことについてぜひお話したいです、新エテーネの村でお待ち、あ、指輪ね、指輪ね、はい、はい、これはさっき真意が言ってたことでね、酒場の女主人の誰々が来ましたとか、瓦礫の下からおばあさんの指輪見つけましたとか、まあそういうことですね。はい、ということで本当に最後までご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみしていただければと思います。ということで皆さん、またお会いしましょう。それでは。